皆さんこんにちは、スイチャンネルです。今回はですね、港の一斉清掃をですねやっていきたいと思います。前のね動画で、この港の海底にですね自転車とかタイヤとか、あとスクーターですね、であと大きなはしごだったりロープだったり、いろんなゴミがね落ちてるのをちょっと紹介したんですけれども、それをですねきれいにして、環境を整えて、こう生き物がねたくさん集まってくるような環境を今後港の中に作っていければなと思って、まずその第一歩として港の中のゴミをですね片っ端から回収していきたいと思います。そして今回はですね、私一人では難しいので助っ人をお呼びしております。どうします。ということで助っ人の筋肉ダイバーさんです。よろしくお願いします。はい、もうね今日のためにちょっとお呼び立ていたしまして、ご協力していただけることになりました。じゃあ、ちょっと結構重いですけれども、いろいろと、筋肉を使ってよろしくお願いします。はい、今日は透明度上から見た感じかなりいいですね。でもね見てみるとですね、ほらもうすでにあそこ自転車らしきものだったりですね、まあ、謎の物体タイヤだったりとか、まあ、なんか板みたいなのだったりカゴだったり、結構ねボロボロ落ちてますよね。ああいうのをね回収しようと思ってます。で余裕があれば、たくさんいるウニもね駆除していきたいと思うんですけれども、そこまでできるかどうかですね。そして集めたゴミはですね、まあ、漁協の方にも協力していただいておりますので、行政の方に漁協を通して連絡いたしまして、すべて処分していただく流れとなっております。
上がった。すげえすごい上がったやば。
とりあえず1本目ですね、ゴミ集め終わりました。あんだけね、結構な量が集まったかなと思うんですけど、もうすぐにね、タンクの部屋も空っぽになってしまいましたね。でこの後ですね、あれを陸に引き上げた後に、今度は2本目ですね、反対側の堤防の方のゴミも集めていきたいと思います。よし、OK、いただきます。Thank you.
丈夫ですか？はい、ということで、約3時間ですかね、かけて無事ね回収し終えました。筋肉ダイバーさんありがとうございました。いやー大変でしたね。トレーニングとどちらがきつかったですか？ウェットスーツ着てる分だけ今日のきつかった。今日はきつかったですよね。いやー僕ももうヘロヘロです。いやすごかったですね。このなんといってもこのスクーターですね、これなかなかで重くてですね、これなんとですねスクーター上げた時気づいたんですけど、この中のここの部分になんかね重しみたいなね、このなんか土のうみたいなやつがね入ってて、こう鯉に沈められてたんですよね。まあ鯉じゃなければスクーター海に沈まないですよね。だったりですね、タイヤすごい量ありますね、やっぱりね。で、このタイヤはですね、だいたい船の、堤防とかに船がぶつかったりするのを止めたり、ロープが切れたりね、堤防の縁のコンクリートで。そういったのを防ぐために皆さん使われてたんですけど、まあ、今はね、ほとんど使われなくなって、どれもやっぱ古いタイヤたちばっかりですよね。で、そして、カゴですね。まあ、この漁に使われてたカゴとかも、だいぶ沈んでましたね。そしてね、あとはね、ロープ類だったり、バッテリーだったり、モーターもありましたね。で、あとね、掃除機。これちょっと掃除機なんですけど、古い型の掃除機があったり、自転車があったり。で、この辺はですね、細々した空き缶とか、まあ、釣り竿だったりとか、そういうのなんですけど。で、大きかったのが、このはしごですね。このはしごは台風で、堤防からかけてあったものが、まあ、落ちたものが回収できず残ってたということですね。いや、すごい量、拾えました。びっくりするぐらい多かったです。で、一番きつかったのは、回収もそうなんですけど、ここの一箇所にね、陸上に上げるところからですね、非常に大変でしたね。やはり、最後に物を言ったのは、筋肉と、いうことですね。はい、僕もこの筋肉で、なんとかカバーすることできました。で、これでですね、だいぶ、綺麗になったんですけど、まあでも、限界が、やっぱ二人でやるには限界があったので、こまごま残ったのは、おいおい、回収をしながら、で、あとはですね、まあ、ウニ駆除をやったりとか、まあ、それだけで、ゴミをどかしただけで、海が、港が綺麗になって、生き物が増えるっていう風な、単純なわけではないので、まあ、ここからせっかく片付いた海底をですね、どう活かしていくかっていうのを考えていきたいと思います。ということで、今日は、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。